はい、こんにちは。オソンテクノロジーの水口です。本日はキャニスターの取り付け方法についてご紹介させてください。取り付け方法は簡単です。まずこの水分容器を取ってください。取りますと穴が2つあります。この右側の穴に、接続ホースを挿してください。こんな感じですね。で、次にキャニスター側にもホースを挿してください。これ真空パックン専用のキャニスターですけど使えます。で、真空パックするときはこのシールの部分に、つまみを合わせてください。じゃあちょっと減圧していきましょう。脱気していきます。やり方は簡単です。まずノズルを出してください。で、閉じてください。で、開閉をします。すると、どん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 空気が抜かれていきます。ちょっとここら辺で止めてみましょう。でもかなりこの段階でも空気抜かれてます。もう開けることはできません。オープンに合わせれば空気が入ります。はい、以上となります。